皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回検証したこちらの i5-13600K と、その前に検証した Ryzen5-7600X、どちらの5が価格と性能と見て良いのかを見ていきたいと思います。新世代の5対決ってこと？はい、どちらも5万円の CPU で色々と気になるところなので、マザーボードも含めて、色々と検証をしていこうと思っております。どんな結果となるのか楽しみね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず今回使用する CPU のスペックのご紹介です。インテルと AMD で微妙に名称が違うところがあるのですが、今回はインテル表記に合わせて記載しております。まずはプロセスルールですが、インテルはインテル7と呼ばれる10ナノメートル、AMD は TSMC5 ナノメートルと AMD の方がインテルの半分の設計となっております。プロセスルールって小さければ小さいほどいいの？プロセスルールが小さくなると、CPU の機能、性能を向上できる、発熱、消費電力を削減できる、製造コストを削減できるといったメリットがあるので小さければ小さいほどいいですね。続いてコアとスレッド数についてですが、i5-13600K が P コアが6コア、E コアが8コアの累計14コアで、P コアのみハイパースレッディングに対応しているので20スレッドとなります。続いて Ryzen5-7600X の方は6コア12スレッドです。あれ、数字だけで見ると圧倒的にインテルの方が多いですね。ただ、E コアが8コア分あるので、P コアだけで見ると同じ6コアになるんですけどね。続いてクロックですが、インテルの方は P コアが 3.5 から 5.1GHz、E コアが 2.6 から 3.9GHz となっております。AMD は 4.7GHz から 5.3GHz です。クロックは AMD の方がベース、最大ともに高いですね。これは先ほどのプロセスルールが大きく反映されているんじゃないかなと思います。続いてキャッシュですが L2 キャッシュはインテルの方が高く、L3 キャッシュは AMD の方が高いという結果ですね。この差で検証に影響が出るかどうか。続いて対応メモリなんですが、i5-13600K は DDR5-5600MHz と DDR4-3200MHz まで、Ryzen5-7600X は DDR5-5200MHz までの対応となります。インテルは DDR4 も使用可能ですが、AMD は DDR5 のみとなります。そして最後に最大消費電力ですが i5-13600K は 181W、Ryzen5-7600X は 105W となっております。この消費電力の差も結構大きそうですね。そして最後に価格ですが、こちらは発売された日の価格を記載させていただいております。発売価格は 57,800円と 49,980円ということで、価格が8,000円ぐらいの差がありますね。ということでスペックの差はこんな感じです。では続いてマザーボードのご紹介です。シュララ。今回使用するマザーボードはこちらの3種類になります。価格的に言ってしまうと、インテルの DDR4 マザーボードを使うと圧倒的にコスパが良くなってしまうので、今回は AMD に合わせて DDR5 限定でテストをしていきたいと思います。インテルマザーボードですが、MSIMPGZ790 カーボン Wi-Fi と MAGZ690 トマホーク Wi-Fi を使用していきます。価格帯も合わせたかったんですが、ちょうど良いマザーボードがなかったので、13世代と12世代の DDR5 でそれぞれ検証いたします。続いて AMD の方は、ProX670PWi-Fi で検証していきます。価格を考えれば B650 もありなのですが、今回はそれぞれ Z と X で合わせてみました。では次に検証機のご紹介です。GPU は先日お借りした RTX4090 を使用します。GPU を最高スペックのものでそれぞれの CPU がどのくらい性能が出せるかを見ていこうと思います。メモリは G-Skill の DDR5-5600MHz のものですが、メモリ速度はそれぞれのネイティブに合わせて、i5 は 5600MHz、Ryzen5 は 5200MHz で計測しました。残りは書いてある通りです。あれ？ AK400 って、前回の動画で AK400 ではシネベンチ中に冷やしきれませんでしたが、今回はゲーム系がメインとなるので、あえて AK400 を使用しました。なるほどね。ではここからは検証パートになります。先ほどメモリ速度と最大消費電力がそれぞれの CPU で違うっていうこともあったので、インテルに関しては、メモリ速度と最大消費電力を AMD に合わせたものも検証しました。今回は10タイトルやってみたので、少し長いですが行ってみましょう。シネベンチ R23？ まずは単純に CPU の性能から見ていきたいと思います。
やはりインテルの14コア20スレッドは早いですね。では結果を見てみましょう。やはり CPU 単体の性能だけではインテルが圧倒的に強いですね。制限をかけた状態でもマルチでは圧倒的にスコアが高いですね。で、Z790 よりも Z690 の方がスコアが高いのですが、おそらく BIOS の成熟度の問題もあるのかなとも思いました。シングルは100も差がない程度なので、ここら辺はゲームによっては差が出ないかもしれませんね。こちらは温度や最大クロックとなります。AK400 ではインテルだと100度まで行ってしまいました。ただし電力制限をすれば92度で動作していたので、やはり電力設定は大事かもしれませんね。またクロックに関しては AMD の方が高いので、これは単純に CPU のクロックの高さがわかりますね。では次行ってみましょう。動画エンコードも計測してみました。結果はこちらなんですが、エンコードに関してはライゼンの方がどちらも早い結果となりました。AVI UTL に関しては10秒近く、YMM4 に関しては40秒ぐらい差が出ました。結構差が出たわね。エンコードに関してはライゼンの方が有利みたいですね。では次。ファイナルファンタジー14。FF14 ベンチマークもやってみました。設定は最高品質で、4K、WQHD、フル HD のそれぞれ計測いたしました。結果はこちら。まずはスコアから、4K はインテル、WQHD 以下はライゼンの方がいいスコアという結果になりましたね。おお、解像度で逆転するのは面白いわね。ここら辺は先ほどのキャッシュの容量が関係しているかもしれませんね。4K に関してはどれもそこまで差がなかったので、あまり気にしなくてもいいかもしれませんね。続いて平均 FPS と最低 FPS のまとめです。スコアと同様に 4K ではそこまで差がありませんでしたが、WQHD 以下はライゼンの方がいい結果ですね。最低 FPS に関しては、4K と WQHD はインテル、フル HD 派ライゼンの方がいいという結果になりました。FF14 ベンチマークに関してはライゼンの方がいいのかもしれませんね。では次。ファイナルファンタジー15。FF15 ベンチマークもやってみました。設定は高品質で、こちらも3種類の解像度でそれぞれ計測いたしました。では結果を見てみましょう。こちらも 4K ではそこまで差がなかったですが、WQHD 以下ではインテルの方が高い数値となりました。驚いたのが FF15 ベンチマークだと、電力とメモリ速度制限付きのインテルでもいい勝負をしてるんですよね。確かに、ゲームによっては制限しても問題ないものもあるのかもね。こちらは平均 FPS と最低 FPS となります。平均 FPS はそこまで差がなかったのですが、最低 FPS 払い前が結構落ちている印象もありますね。スコアだけじゃなくこういう差も出てくるのは面白いですね。では次に行ってみましょう。モンスターハンターライズ。では続いてモンスターハンターライズもやってみました。設定は 4K でグラフィック設定高で試してみました。同じマップに行っていたのですが、モンスターが途中で変わってしまったので参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。クエスト開始から3分後の FPS を測定したところ、平均も最低もインテルの方が FPS が高かったので、このゲームはインテルの方が有利なのかもしれませんね。同じグラボを使っても差が出るって面白いわね。ちなみに今回使用した GPU が RTX4090 ということもあり、ここから先のゲームは全て解像度 4K での計測となります。では次行ってみましょう。アーク。続いては激おもゲームシリーズアークをやってみました。こちらも解像度は 4K で、グラフィック設定最高でやってみました。こちらもリプレイ再生ではないので、参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。こちらはリスポーン地点から開始50分の時点での FPS を計測しました。結果としてはさすがアーク、相変わらず重いゲームですね。平均 FPS も最低 FPS もどちらも差がない程度なので、このゲームはインテルでも AMD でもどちらでも良さそうですね。まあこのゲームを 4K でやろうと思ったら、CPU よりも GPU の方が。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。激おもゲームシリーズ第2弾はマイクロソフトフライトシミュレーターになります。解像度 4K で、グラフィック設定はウルトラ、ダイレクト X11、成田から羽田間を離陸50分の時点での計測となります。またこちらのゲームなんですが、飛ぶ地域や場所によって FPS の値が大きく変わるので、こちらも参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。こちらは AMD が有利だったという結果となりました。数 FPS 差ではありますが、4K のウルトラ設定での差はかなり大きいかなとも思います。
AMD なら 4K ウルトラでギリギリ 60fps 以上を保てるってこと？この結果だとそういうことになりますね。では続いては FPS ゲームでの違いも見ていきましょう。フォートナイト。設定は解像度 4K、パフォーマンスモードでの計測となります。計測は地面着地後から20分後の時点での計測をしました。20分。結果はこちら。平均 FPS は AMD が高く、最低 FPS は Intel の方が高いという結果となりました。フォートナイトに関して言えば、割と軽めのゲームなので、ここまで FPS が出ているのであれば正直どちらでも良い気もしますけどね。ただ AMD の方が平均 FPS がかなり高かったので、瞬間的に高 FPS を叩き出しているってことがあるかと思います。なるほどね。ということで次のゲームに行ってみましょう。ビクローイ PUBG。 設定は 4K のグラフィック設定ウルトラで行いました。こちらは着地後から8分の時点での FPS を計測いたしました。結果はこちら。こちらは Intel の方が平均 FPS も最低 FPS も高い結果となりました。先ほどまでは AMD が有利かなとも思ったんですが、少し重めの FPS ゲームだと Intel の方がいいのかもしれませんね。まあただ 4K120Hz モニターで遊ぶならどっちでも良い気がします。では最後行ってみましょう。 Apex Legends。 こちらも解像度 4K でグラフィック設定最高で行いました。一応射撃訓練でのウルト実験と実戦での着地50分の時点での計測をしたのですが、実際の戦場はいる場所、敵の数等で数値が動くので参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。こちらも先ほどの PUBG 同様、Intel の方が平均も最低 FPS も高い結果となりました。先ほどの PUBG もそうだったのですが、AMD の方は FPS が一時的に大きく落ちるのが気になるところですね。まあ現状、これだけの FPS が出ればどちらでも問題はなさそうですね。しららら。ということで今回は、新しく出た Intel CPU と AMD CPU の熱い戦いをしてみました。いろんなスコアが出たから結果的にどうだったのかよくわからなかったわね。ではあくまで私なりの結論ですが、結論、どっちも良い CPU だった、ということですね。いや何その結論。まあどちらにも得手不得手があって、どっちがいいとは決めつけられませんが、おすすめの買い方とすれば、Intel の場合は、Z690 との組み合わせでも十分性能が発揮できるので、全世代マザーと13世代 CPU との組み合わせでも十分かなと思います。AMD の方は、マザーボードが新規格となってしまったので、使用したい場合は全部買わないといけないのでコスト的にはかかってしまいます。個人的には、今すぐ買うのではない場合、来年 AMD の新しい CPU たちが出た時に、今出てるマザーボードとの組み合わせで使うのもありかなとも思います。確かに安い買い物じゃないしね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃん、けん。ポン。またねー。